今月の給料が、こちら。卵ふわふわ。エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザーです。ということで、寒い島から帰ってきまして、約もう3週間ぐらい経つんですけども、その間に吉本からの給料も何回か届いてまして、まあ、毎月届いてたんですけども、今回9月分をね、皆さんに紹介したいと思います。吉本からの給料明細、9月分ですね、まあ、これ自分でチェック入れてるんですけど毎月。吉本興業の芸人は辞めましたが、YouTube の会社オモという吉本系列の会社にはまだ所属しておりますので、YouTube の収益は、吉本興業から入るようになっております。ということで今月の給料明細、紹介したいと思います。こんな感じでね、ちゃんとこうやって書いてあるんでね、こうやってこの給料明細、まず僕の方がちょっと見てみたいと思います。まあ悪くないかなというところですね。まあ、YouTube だけじゃないのもちょっと入ってたんですけど、今月は、今月の給料が、こちらです。ドン、5万2642円ということで、引かれて、まあ、4万、7000円ぐらいということなんですけども、まあね、吉本興業を辞めて、今までの、仕事とかは一切なくなったので、これから自分でやっていくということなんですけども、まあ、まあこんなもんかなっていうのはちょっと自分でも思ってるんですけど、まあこの先 YouTube だけでは今のところ食べていけないので、この間結婚式の司会やったり、イベントお祭りの司会をやったりとかして、そういうので、なんとか生活をしています。吉本興業の芸人は辞めましたが、お笑い芸人という肩書きは、辞めていないので、これからもどんどん、そういう仕事をたくさんもらえればと思うんですけども、まあ辞めたことによってどんな仕事でもこれからはもう自分でやりたければやれるし、言いたいことも言えるし、そういう意味では自由になったけど、まあ、吉本興業を辞めた以上、これから自分で全部仕事の責任もあるし、仕事を取ってくるのも自分だしね、そのお金の話し合いとか交渉も全部自分でしなきゃいけないし、そういうのは難しいんだけど、でもやりがいはあるなと思ってるんで、どんな仕事でもね、引き受けていきたいなと思うんで、皆さんが連絡くれれば、ご相談乗りますので、まあ、事務所入ってない分、事務所に抜かれない分、いろいろ安くできると思いますので、ぜひお仕事お待ちしておりますということで、給料でした。まあ、30歳でね、これの給料、このだけの、まあ、これだけじゃないんだけど、給料は他にもイベントの司会とかも入ってきてるんだけど、まあ、バチバチ稼いでいかなきゃいけないと思ってるんでね、ぜひ、これを見てる、人で僕を呼びたいと思ってくれるような人がいれば、お祭りでも、結婚式でもイベントでも何の司会でもやりますしね、テレビ、ラジオ、他の動画でも何でもいいです。ぜひライブでも何でも出ますし、やりますんで、ぜひ、下のメールアドレス書いてあるんで、そこのメールに送ってきてください。ということで、これからもエッグヤザーをよろしく。まあ、いろいろ30歳のね、節目に自分でやりたいことやるために吉本辞めたんで、後悔ないよう頑張りたいと思います。やるって言ってたオールナイトニッポン W の代わりのラジオも、そろそろ始めていかないとなと思ってるんで、皆さんぜひ、チャンネル登録といいねとコメントお待ちしてます。さよなら。